はい、皆さんもご視聴ありがとうございます。本日はですね、こちらのアルミオイルキャップ、アルマイトオイルフィルターを約1100円で買いました。お店の方はリバイス楽天市場なんですけど、あくまでこれ汎用ですので、まずねアルトにはどうかなと思って買ったんですけど、おそらく合わないかもしれない。なんですけど、やっぱ買ってみないと分かんないっていうのもあるので購入しました。で、このステイの方は昨日ミンカラでも買いましたみたいなんで動画をアップしたんですけども、私の確認不足でこのバッテリーの B って書いてあるところですね、この辺に大きさ書いてあるんですけども、 B タイプのものには、合いますよとか、合わなかったも文句言わないでくださいねみたいな注意書きもちゃんと書いてあるんですけど、このシルバーが新色だということで思わず、ポチって買っちゃいました。なので合わないんですけども、取り付けた場合どんな感じなのかなって、こうして取り付けてお届けしたいと思います。後で元に戻しはします。じゃあまずですね、このオイルフィルターから取り付けていこうと思います。はい、ではエンジンの中がよく冷え切った状態を確認します。今日はですね、手袋を忘れちゃったので、皆さんは手袋つけてくださいね。絶対この辺暑いですからね。でも今は冷えているので、大丈夫です。ただ、本当に手袋はしてくださいね。火傷しちゃうんで。で、商品の比較をしますと、これがアルミで、これが純正なんですね。ちょっと形状が違うんですね、よーく見て。まあ、どちらかといえばこっちは最後まで締めて、ギュッと締めて、締まるとこまで締めてやるって感じなんですけど、アルトの場合はですね、斜めにラインが入ってやって、はめるとこにはめてやるっていう感じ、こっちは締めるとこまで締めてやるっていう感じなので、まあ、はまらないことはないと思うんですよね。なんで、まあ、とりあえず回してみましょう。開けっぱなしも良くないんで、はまりましたね。はまったんですけど、ちゃんとね、これ今叩いても何してもこれ車体が動くほど揺らしてやっても落ちない程度でくっつきました。あ、失礼しました、装着できました。オイルフィルターだけ見るとこんな感じですね。で、アルミなんで熱くなります。その点がちょっとデメリットかなと思います。で、次はステイの方ですね。もうすでにネジは緩めてあります。なのであとは手回しだけで外していきます。はい、ということでこれではよく落ちるんで、落ちないところに行きます。で、これが純正ですね。まあ、モンスターさんからの専用品で出ているので、もちろんそちらを選んだ方がまず大正解なんですけど、汎用と比べてこのサイズですね明らかに違うっていう感じなんですけど、中で、あ、購入されたコメント者の中で、まあ、B タイプ B なので合うんだけど、ここの部分が当たって入りませんとかいうコメントもありましたので、たとえここの横幅のサイズがあったとしても、この部分が当たっ
って装着できませんよという場合があるようです。その点買う際はですね、私が注意できなかったっていうのもあるんですけど、見た目にねやられて買ってしまいました。やはりこういうものを私はもう見てるだけでねワクワクしちゃうんですけど、あまり近くで見ると粗さっていうのがありますので、その点気にされる方は、まあ、専門品を買った方がいいですよということになります。じゃあちょっと取り付けていきますね。はい、ではあくまでも装着イメージということをご理解ください。もしこれが、ぴったりと合った場合は、ステイのバッテリーステイの場合はこんな感じになります。でオイルキャップの方はこんな感じ。じゃあ全体から見るとこんな感じですね。うん、専門品を買ってくださいねただオイルフィルターに関しては、あ、もう熱が伝わってきますね。もうちょっとしたら中の熱が全部これに伝わって熱くなりそうなんで、早めに外していきます。手袋を忘れてることはご了承くださいね。すみません、これ かなりきつく締めたので、あ、片手では無理だな。では、オイルフィルターと、バッテリーステー元に戻りました。それと言い忘れたんですけども、このオイルフィルターのゴムのものがついているんですけど、ここまでは下までは回りきりません。約半、これくらいかな、巻いてるところの1から2番目のところまではきっちり回って、かなり強く締まります。さすがに握力35の私でもですね、回しきれない、両手で回さないとダメだということと、まあ、ゴム手袋をしていればなんとか回るかなというところです。まあ、実際走行してどうなるかっていうのは、まあ、ミニチュブとしてはやめておいた方がいいかなと判断しましたので、オイルフィルターに関してはもう取り外しました。まあ、バッテリー性の方は当然ですね、皆さんも、何取ってんだという感じなんですけども、合うものをですね、おすすめします。ただ私はですね、こういう感じで、こんな感じで、このステンレス、まあ、重量はあるんですけど、こういうステンレスの感じがですねたまんなく好きで買っちゃったっていうのもあるんですけど、本日もですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。今日は、汎用のオイルヒーターキャップとバッテリーステイの取り付けれないけど取り付けてみたという動画になってしまったんですけど、最後までご視聴ありがとうございました。良いと感じた方はぜひですね、ぜひ、評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。 YouTube TV でした。ご視聴ありがとうございます。